こんにまあ日本の国の税制は分かりませんけども税金っていうのの基本原則はまあ中立公平簡素というね3つのポイントが財務省の、まあ、基本概念でもあるそうなんですけどもやっぱりね簡素でなければ公平なのか中立なのかってことは判断できませんよね。でこういった言葉が踊ると理解しにくいんで私はね小学生でも分かるようにっていうふうな前置詞を置きたいと思うんですよ。 まあというのが今の時代小学生だって納税者なんですよまあ駄菓子屋ってものはありませんけども小学生がお小遣いお年玉でなんか商品を買うとそこに税金ってのがいくつもかけられてるわけですよねそうなると小学生でも納得できるような税金説明できるような税金理解できるような税金っていうことにしないと小学生は訳が分かんなくて分取られてるってことになっちゃうんですよつまり騙されてるっていうことですよねですんで簡素にするべきだと思うんですよね じゃあ、簡素っていうのは、他の例えで言うと何があるかっていうと、じゃんけんです。じゃんけんっていうのは、後出しはダメでしょルール違反でしょで、グーチョキパー以外の、こんなね、何でもかんでもグーチョキパーみたいなの出すのもダメでしょ簡単じゃないですか、これ。だから小学生でも、最初はグーじゃんけんポンができるわけですよ。でも、今の税制、はっきり言って私みたいな企業経営者でも、税理士という専門家を置かなければ、 全く分からないですよいや置いたところで税理士に外注してるだけで経営者自身がね税制を理解してるかっていうとこれはまた別の問題になりますつまり千万かを置かないと分からないぐらい難しいものにわざわざしてるってことなんですよそもそも今の時代ね税金ななんんて自動的に処理でできるはずなんですよこれだけ IT ツールが発達してったら税金の自動計算自動引き落とし自動回収これでいいわけじゃないですか なんでわざわざざね今でも年末調整だとか決算とかって手作業させるんですかってことじゃないですかで税務署なり財務省が税金の仕組みをパフォーマンスのいいやつをねがっちりとプログラムで組んでで法改正がされるたびにそれも自動的に財務省のそして税務署の権限でえ責任で更新していけばいいでしょそしたら私たちは、まあ、売上伝票ぐらいは出してもいいですけどもそれによって自動的に 税金が計算されるんで、まあ納税漏れもありませんし、脱税も起きないわけですよ。今のね、制度を見てると、わざと脱税を誘発するように。正確にやっても、間違えてもしょうがないような解釈を無理やり押し付けていって。あなたの計算が間違ってますよっていうふうに言われたら、私たちは、あそうですかって言うしかないような状態で作ってるんですよね。それがだから、後出しじゃんけんですよね。出した後で、何年かを泳がしといて、間違いがあったら、利息をつけて指摘するみたいな、ね。 まあこういうふうなことをやってる限りはね私たちは楽になりませんよそれこそ税金で食べてらっしゃる方税金を巻き上げる方としては税率が上がれば上がるほど得をするんでしょうけどもたまらんですよねなあ真面目に働いて人の喜ぶことをしてお金を頂い,いている私たちが巻き上げられていてね徹底的にめ痛めつけられていてで税金を集める方なんて何の役にも立ってないわけですよ誰にも喜ばれないですよそんなの まあそれがねまあ私の言いたいところかなと思います。